こんばんは。動画を再生していただいて、こんばんは。動画を再生してこんばんは。動画を再生していただいてありがとうございます。最近このチャンネルの動画を見始めてくれた方からよくおすすめに出てきたお迎え初日の動画を見てから最新の動画を見たらめちゃめちゃ大きくなってて驚きましたってコメントをいただくんですね。調べてみたところ、パグは比較的成犬の姿顔立ちになるのが他の犬種よりも早いそうでして、映像を見返すとパッサの場合、特に生後4ヶ月までの変化がすっごく大きかったです。なので今回はパスタがうちにやってきた生後2ヶ月の頃と生後4ヶ月から5ヶ月の映像で似てるシーンを集めてみました。動画にしていなかったパスタの蔵出し映像も結構ありますので、ぜひご覧ください。といった感じで、たった 2、3 ヶ月の間でだいぶ成長したのが見て取れたのではないでしょうか。特にパグの場合は、顔のシワがはっきり現れて貫禄が出ることにより余計に成長が早く見えるような気がします。これから例えば僕と同じように生後2ヶ月ぐらいのパグを飼う方にお勧めしたいのは、家に迎え入れた時から写真や映像をたくさん撮っておいた方がいいですよということです。お互い生活に慣れて落ち着いたら写真とか撮ろうと考えていたら、気づいたらもう要件の姿を記録できなかったとなるケースが多いんじゃないかと思います。もちろんね、成犬になっても可愛いんですけど、思い出として幼い姿っていうのを後々振り返りたいものなのかなと思います。実際結構映像とか写真とか撮ってるはずの自分でも、もっと撮っておけばよかったと若干後悔しているくらいです。動画いかがでしたでしょうか。もしパスタの今後にも興味持っていただけたら、ぜひチャンネル登録をしてパスタの成長を見守っていただけたらと存じます。ということで、ご視聴ありがとうございました。